ジョン・アレグザンダー・マクドナルドは、カナダの初代及び、第三代首相。所属政党は保守党。在籍期間は1867年7月1日から1873年11月5日及び1878年10月17日から1891年6月6日。1815年1月11日、イギリス・スコットランドのグラスゴーで生まれる。 イギリスの陶器書には1月10日と記録されているが、家族は息子の出生日を修復した。1811年10月21日にヘレンと結婚した父のヒューマクドナルドは商人であるが、商人としては成功しなかった。1820年にアッパーカナダキングストンに移民し、その他体制の人間たちと共に手頃な土地を探し、繁栄の約束をする。 1834年に弁護士として開業する。その後すぐ連合カナダ議会に議員として選出され、1847年には当時のドレーパー政権で再入役に任命される。1854年自由保守党を設立、新政権誕生に寄与し、司法長官に任命され、しばしば首相よりもリーダーシップを発揮することも多かった。 その後の選挙で、ケベック州のエティエン・パスカル・タッシェと共に1856年から1857年の連合カナダ共同首相に選出された。タッシェは、その後辞職し、ジョルジュ・エティエン・カルティエに引き継がれた。このマクドナルド・カルティエ政権は1858年の選挙で敗北しげやしたが、当時のカナダ総督がカルティエを上級首相に任命したので、カルティエは、 マクドナルドともに共同上級首相となった。マクドナルドはカナダ内の植民地間の通信制度及び長距離鉄道の敷設に尽力した。この共同政権は1862年に再び選挙で敗北、下野市、マクドナルドは野党のリーダーとして務めた。この時期になるとマクドナルドはこの地域の将来に目を向けるようになる。 イギリス最大の植民地の政治的なリーダーとして、その他の英領植民地との交流や連合などの力も発揮してくるようになっていた。南に国境を接するアメリカからの攻撃に備える意味もあり、西部の植民地と共に共存する政治的安定基盤を確保する必要があった。カナダ植民地の政治的不安定さを避けるため、1864年に、 マクドナルドの保守党とジョージ・ブラウン率いる改革党がマクドナルドの元に大連合した。マクドナルドは北米のイギリス植民地をカナダに連合する働きかけを続け、1864年9月にプリンス・エドワード・アイランドのシャーロット・タウンで東部のみで連立しようとしていた東部大西洋地域の植民地代表に提案。1864年10月には、 ケベック式にてカナダ連合への計画を採択。1866年までにはブランズウィック、ノバスコシアが連合に合意。ニューファンドランドとプリンスエドワードアイランドは反対したが最終的に合意。これに基づきイギリス議会は営業を北アメリカ法を制定し連邦制を取る一つの植民地、カナダ自治領を形成することを決定した。この法律は 1867年カナダ憲法として現在でも効力を持つ。保守党の選挙ポスター以降、マクドナルドは連邦結成の不祖の一人とされるようになった。ビクトリア女王は連邦形成の貢献者として、自治領成立の1867年7月1日に聖マイケル、聖城寺勲章をマクドナルドに授与した。また、 同年8月の選挙でマクドナルド率いる保守党が政権を取り、カナダの初代首相となった。カナダ初代首相としてのマクドナルドは、連合による国土の拡大と安定が主眼であった。マクドナルド政権下で、カナダはルパートランドと北西地域をハドソン湾会社から30万ポンドで譲渡を受け、この地域をノースウェスト順州とした。また1870年に、 マニトバ法を制定し、マニトバ州を施行した。マクドナルドは大陸横断鉄道の敷設を約束し、1871年にブリティッシュコロンビアも連邦に加えた。1873年にはプリムスエドワードアイランド州も連邦に加盟する。この年マクドナルドは広大な北西地域の治安を守るため、王立カナダキバ警察を設立した。 1873年にはパシフィックスキャンダルと呼ばれるカナダ太平洋鉄道不設に関する収賄の疑いをかけられ首相を辞任した自由党党首のアレグザンダー・マッケンジーが首相の座に就いたマクドナルドは1878年に再び首相の座に就き国内産業振興及び1885年に完成した大陸横断鉄道の建設に尽力する 1891年にも再選するが、この頃より健康状態が悪化。1870年には、短席で2ヶ月入院したことに加え、極度のストレス及び疲労により1891年5月に、脳卒中により、言語能力を失い、6月6日に76歳で死去。遺体は、オタワの国会議事堂の上院に安置され、 数十万人が訪問する国葬が行われた。オンタリオ州のキングストン郊外の働き墓地に埋葬された。マクドナルドは19年間カナダの首相の地位にあり、現在史上2番目に長い人気の首相である。また6度の多数議会を得た首相は現在マクドナルドのみである。マクドナルドは欧州列強の2国の植民地を起源に持ち、様々な文化、 民族的背景の市民からなる世界でも軍を見ない地理的規模の国を作り上げた功績で歴史上大きく称賛されることになった。マクドナルドは現在カナダドルの10ドル紙幣に印刷され、また高速道路、橋、空港、学校などが彼にちなんで名付けられている。1887年にカナダで前身となるマニファクチャラーズライフインシュアランスカンパニーが創立。 カナダ初代首相ジョン・エイ・マクドナルドが約19年の初代首相を退任後社会保障を補う目的で民間の生命保険会社の設立出資に賛同指導者の初代社長に就任して営業を始める。これが現在のカナダの大手金融機関マニュライフ・ファイナンシャルとなる。日本では大百生命の破綻を引き受けマニュライフ生命保険として事業を展開している。 1843年にイサベラ・クラークと結婚して二人の息子を設けた。1867年にアグネス・バーナードと再婚して一条を設けた。彼女は1891年に夫の功績から連合王国貴族としてカナダ自治領及びオンタリオ州におけるアーンズ・クリフのマクドナルド女男爵に女せられるも、爵位は彼女の死と共に廃絶した。 ありがとうございます。